言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。今日9月13日の金曜日でありまして、1個前の動画でも語りましたが、ミュージックステーションがやりますということで、1個前だと私のおしげるの BE:FIRST を語ってますが、ベビーメタルも出るわけじゃないですか。ビーズの松本さんのバンド TMG のスペシャルゲストとしてということですが、ただなんというかコメントでいただきましたが、2曲やるようだという話も聞いてますので、楽しみですね。結構がっつりと出るのかなと思ったりしてます。メイトさんなのか違う方なのかちょっとわかんないんですが、テレビで見る時のベビーメタルにちょっと、だからライブで見た時とかと比べると、テレビの演出上魅力を引き出せていないのではないかみたいな、そういう部分のところも心配としてあったようですが、まあちょっとそこも含めて見てみたいかなと思ってますね。まあ、以前にベビーメタルが M ステ出た時と比べると、もしかしたら世間の流れもちょっと変えられているという、変わっていってるのではないかということも、ちょっと期待値として思っているというか、別のグループを推してて、M ステとかもろもろ、ここ3年ほど見てきた人間としての実感ですかね。まあ、そこの部分も含めて、どんな感じなのか見ていければっていうことを思ってますよ。なお、M ステのツイッター X の方でも、ベビーメタルの名前も出てましたので、そちら含めて、まあ、どのぐらいな感じになってくるかということですね。まあ、ビーズの松本さんがいて、そこのスペシャルゲストっていう流れなので、またちょっと状況も変わってくるでしょうし、M ステもね、さすがにビーズをね、ないがしろにするわけにはいきませんのでと言いますか、まあ、そういうところも含めてですね、今、フラットに語るつもりが、ちょっとばかり自分の感情が出た気もしますが、ベビーメタルに限らずね、長い間、とある事務所以外の、まあ、アイドル、ダンス&ボーカルグループをしてる人間としては、まあ、なかなかなものをね、飲まされてきたところもありましたからね。はい。まあ、変わってきているのであれば、そういうことだということで、ね、未来を見据えていければと思います。過去よりもね。はい。で、そちらがありまして、楽しみにしたいと思うのと、個人的にはその BE:FIRST と同じ日に番組出るということで、メイトの方にも、まあ、BE:FIRST の感じもどんな感じか、もしよろしければね、見ていただければと思ってます。お眼鏡かなうかどうかわかりませんが、しかも今回歌う予定の曲は、結構ポップス寄りの曲ではあるので、結構ロック寄りの曲とかもやったりはしてるんですが、まあそれも含めて、とりあえずジャブな感じで、これがグランパンパースが追ってる BE:FIRST っていう子たちか人たちかぐらいな感じでいいんで、もしよかったらっていうことで、ぜひということです。はい。で、NHK の朝一の番組ですけど、朝一っていう番組、朝の番組でやってますね。こちらに皆さんからコメントでいただく、まあ、ベビーメタルの振り付け、ダンス振り付けをしてらっしゃる、ベビーメタルだけではなくて、Perfume とかね、いろんなアーティストの振り付けをしてらっしゃるミキコ先生が朝一でゲストで出ていらっしゃいまして、で、NHK プラスでね、見ることができるので、録画逃してしまったという方も NHK プラスネットとかスマホで見れるんでね、スマホパソコンで見れるんで、はい、しかも無料ですから NHK 受信してれば、っていうところみたいでございますんで、私もね、先ほどちょっと見ましたが、冒頭にベビーメタルのパネルでベビーメタルの名前がスッてあって、そこから上がってくる感じだったのと、映像としてもね、ラタタタの映像がベビーメタルの映像が流れましてね、まあそんな感じだったので、気になった方もいらっしゃるんじゃないかと。それから世界で活躍してる的な感じのナレーションもありましたのでですね、もちろんそのミキコ先生の話でもあり、ミキコ先生もいろんな、ね、人たちを振り付けしていらっしゃるということで、でもその皆さんのコメントで Perfume さんとね、ベビーメタルの話は聞いてましたが、羽生結弦君にもなんとやっていらっしゃったと。まあこれはむしろ羽生結弦さんのファンの方だったら知ってらっしゃる話かもしれないんだけど、まあそこも含めてすごいなと思ったし、マキシマムタホルモンとかもダンサーさんの振り付けなんかをしたりとかね、そういうのもあったり、椎名林檎さんとかもそうかな、
ね、とにかくすごいなと思いました。で、まあ90分ぐらいの番組で見るのはなかなか時間かかりますけれどもね、せっかくなんでと言いますか、私も NHK プラスでね見ようと思います。ツイッターでたまたま見つけたもんですから、私も録画はしておりませんでしたからね。ベビーメタルの映像も流れましたから、そこも含めてですかね。はい、という形でございまして、うん、まあなんかいい感じで、ちょうど M ステに出る日に朝一で流れるというのがなかなか面白いと言いますか、いいんじゃないかと思いましたね。ベビーメタルではないけれども、インタビューではなく、映像の中では Perfume さんと羽生結弦くんが出てまして、羽生結弦くんがみきこ先生の名前を出すっていうのもすごくエモいなというふうにも思うし、世界観をだからね、言ってみればベビーメタルも Perfume も羽生結弦さんもね、あの世界観が全然違ったりするところで、そういった世界観をこう引き出していくっていう振り付けをされるというところが、まあ、非常に素晴らしいなと思いましたので、なんかそこのところもすごくあのみんなに知られていくといいんじゃないかなって思いましたね。はい、いや、ということで、それからあのアジアのツアー、世界ツアーベビーメタルがやってるで、アジアのリカップ映像みたいな感じで、まとめ映像みたいな、リカップだかリサップだかリキャップだか、あの英語だったんでね、リカップかな、うん、の映像がベビーメタルの公式からこのタイミングで昨日かな、昨日上がっていたので、まあ、もしかしたらその M ステで TMG のゲストでスペシャルゲストで出るっていうタイミングでもあるので、あの事務所側としてこのタイミングで映像を上げたのかなとか思ったりしましたが、スッと見れるからいいですし、あのボディスラムと F ヒーローが一緒に歌ってる、あのサマーソニックのバンコクでのやつもありましたね。あのサマーソニックの日本の方でね、ボディスラム見に行きまして、ベビーメタルもね、あの来たの見ましたんで、まあお客さんいっぱいいたので、なかなかあのこう直に見るっていうところは少なかったですけど、ただスーメタルちゃん、スーメタルさん、はい、失礼しましたスーメタルちゃんとはあんま言わないですよね。スーメタルが歌ってる姿をちゃんとこうやってあの人の波をかき分けて見てきましたから、はい、っていうことでした。で、他にもね、アジアのいろんなツアーのところがあって、おそらくはキングスレイヤーだったかな、ちょっとちゃんともう一回見ないとあれなんですけど、ただ2分ぐらいでまとめられておりまして、メタリーとか空手とかね、それからあとリーベイトオールビハインドかな、F ヒーローとボディスラムと一緒のところだったからというところでもありますしね。リーベイトオールビハインドも非常にいい曲ですよね。あのヘビーメタルとかラウドロックのセオリーでもやってるし、あのエレクトリックコールボーイのラタタタが非常にね、今ベビーメタルをファン、ベビーメタルファンメイトの方は当然として、他の界隈にも結構浸透している部分がありつつで、リービートオールビハインドもね、またすごく、まあ元々のあれですよね、災害とかがあって、それとかに向けた曲といいますか、そこへの頑張っていこうみたいな感じの曲だったと聞いていますが、まあそれもありつつなので、まあ、実際そういうところでメッセージを送ったりできるっていうぐらいの存在にもなっているのと、今回もだからやはりね、M ステの話になりますけど、ウィズの松本さんのスペシャルゲストでっていう形が、それが可能な人たちっていうのはなかなかやっぱりいないもんでしてね。で、それこそね、ラルクのハイドさんとか X のヨシキさんだったりとか、日本のあのロックの大御所の人たちもしっかりと評価をもちろんしている、ね、子たちでございますし、当然海外ではね、さらにどんどん評価もされていてですね、私がもともと昔聞いてたいろんなバンドの人たちがこぞってベビーメタルね、リスペクトしているというね、ところもあるので、そこも素晴らしいなと思っています。あと以前そのベビーメタルの話ではなく、アイアンメイデンの話をさせてもらった時にコメントでいただいたんですが、やはり今のところアイアンメイデンとベビーメタルがずっともポーズで写真に写るっていうのはないようで、何かね、もしかしたらっていう話も聞きましたが、まあちょっと分かりませんし、まあいろんな考えを持つ人はいると思うのでね、アイアンメイデンのライブ今月行くんですけど、まあなんていうのかな、ベビーメタルに出会ったことによってそのヘビーメタル自体をまた聞くっていう形になった上に、まあしばらくね忘れていたヘビーメタルを聞くその情熱というか、それから情熱だけじゃなくて、いろんなジャンル聞いたがゆえにヘビーメタルが持っているパワーと、それから
私たちがヘビーメタルを聴く時の理由のというか、私がかな、うん、っていうところもありました。世の中やっぱり怒りとかね、憤りとかいろいろ感じることもあって、しかもどこにぶつけるっていうことももちろんね、社会に生きてはできないわけですけど、その時にあのヘビーメタルの楽曲を聴くと、すごくその怒りのエネルギーをそこで放出できると。で、放出した上でそれでこうスッキリするっていうパターンにもなるし、その怒りのエネルギーをポジティブに変えて、あのクソを負けねえぞやってやるぜに、そういう風に変換できるっていう部分もあるので、でしかもね、それが男性のボーカルではなくベビーメタルの場合は、そこがさらにこうマイルドな感じで包んでくれるので、よりこうなんていうのかな、ポジティブな方向に持っていきやすいっていうようなところがあるわけですよね。なんかまあこれは私のあの感想ですけど、まあちょっと怒ったりね、あの憤ったりするとちょっと顔がクッてなっちゃったりするから、そのグッてなっちゃった顔をあのね、スーメタルたちに見られたくはないですからね。はい、だからそういうことも思いつつで、怒りのエネルギーや憤りのエネルギーをポジティブにプラスに変えていく力が改めてあるなと。それはね、そのヒップホップ、レゲエなどもろもろね、もう聞いてきましたが、ここしばらくとずっとね、そこではなかなか難しいところではあったので、まああの年代世代によるかもしれませんがね、まあそういうことですね。はい、まあいろいろ語ってまいりましたが、ベビーメタル、まあ、9月13日金曜日、まあ、13日の金曜日というのがなかなかあのワードとしてもね、インパクトがありまして、その日に M ステ出るというのも面白いですけども、あの M ステね出ますので、そちらの話で、それからあの朝一の方 NHK の番組で振り付けのみきこ先生がいらっしゃって、ベビーメタルの画像と、それからラタタタの映像もありましたというお話で、それからあのリカップムービーですね、あのアジア、世界ツアーのアジアのところ2分ぐらいでまとめた映像がベビーメタルの公式 YouTube で上がっていまして、そちらも非常に良かったということになります。はい、ということで M ステ5のね、ベビーメタルへの反応とかも含めて、あとはまあ多分直接の絡みはないだろうなって予測はしておりますが、あの BE:FIRST と同じ日に出るというところもあるので、お互いのファンがお互いのことを見つけてくれることを私願っております。はい、ということになります。 BE:FIRST としてはね、ベビーメタルは本当に世界に随分先に行ってる大先輩ですので、はい、まあいろいろともしかしたら袖で見たりとかそういうことはするかもしれませんので、ぜひぜひちょっとね、まあ、交流っていうよりはなんかこうね、 BE:FIRST にとってもベビーメタルの存在というの、おそらくでもね、いろいろとやっぱチェックはしている会社ですんで、絶対に、うん、知ってるというか、もしかしたら研究もしているかもしれませんので、そんなことも考えますよ。うん、あのちょっとだけ BE:FIRST のフェスでのライブがですね、かなりロックとかあのハードロックのアーティスト寄りに結構なってきてるイメージが、実はちょっとここ半年ぐらい、1年は経ってないかな、半年ぐらいであって、もしかしたらそのベビーメタルとか先に海外で活躍している日本人のグループは、あのハードロックヘビーメタルのグループが多いですから、その辺とかもしかしたら参考にしたかなってちょっと思ってます。まあちょっとだけあの私が思っただけなんで、そうかどうかわかりませんけど、はい、って感じです。はい、じゃあリンクなど貼っておきますので、概要欄そちらの方も参考にしていただければと思います。ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、マシカドの語り部グランパンバースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。私グランパンパース、現在登録者数3万人を目指しております。もともとはね、こだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP、 ボーイズグループ中心ですが、 J-POP を世界にっていうことで、それを標榜してやっております。で、その時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで、そうした時に登録者数が多い方がやっぱ説得力があって、皆さん来やすいというところもあるので、なのであの自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい、2万人達成して3万人目指しています。で、登録に関してなんですけれども、あの登録していただいても、あのもちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も、私などに通知は来ませんので、安心していただければと思います。で、登録をしても変なサイトに誘導されたりとか、そういうことは一切ございませんので、安心して登録していただければと思います。で、もし一度登録したけど解除したんだけど、また登録してやろうかなって思った方は、もしよかったらあのまたお願いできればと思っています。はい、で、もう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろね、あのコンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画届けられますように、モチベーションアップとしてやっていきますんで、あのよろしければお願いいたします。
それでは失礼します。